で、ちょっと経営が不景気になったりすると赤字になるでしょ、はい、小さな赤字では潰れませんよ。会社が潰れるのは本業が余計なことをやってみんなです。10件潰れたら8件は、ね、余計なことやって潰れてるんです。赤字が出始めたからそれを赤字を消すために本業以外のものを手出すんです。本業の改善じゃなくて。ですから、ね、やっぱり勉強をいただいて、ね、ちょっとそうですね、まあ過去の経験にもよりますけどね。